2月1日土曜日、はい、今日はですねまた OCTV の中継がこれからこの夜なんですけど始まるんですが、はい、今日はどこにいるかというと帯広氷祭り第57回帯広氷祭りという会場に来ています。はい、OCTV は毎年一枚が主催する花火大会の中継を毎年行っています。はい、雪とか氷があるので、はい、どういったこう中継の準備をしているかというのをちょっとだけこうご紹介できたらなと思います。そうですね、普段の中継とちょっと違うので、うん、はい、ずーっとがあるんです。掘って埋めてると、こう鉄のねこう削るやつで雪氷を削って穴を開けてその中にここまで来てます。毎年この氷祭りの中継の、まあ、一番の、はい、伝えるポイントというのは花火なんですよ。冬の花火、これも綺麗なんですよね。で冬の花火をこちら後ろずっとずっとずっとちょうどねこの辺ですかね。わかるかな。ちょうど谷になってる。うん、ちなみに車の中の機材関係は、はい、行く年来る年同様こんな感じでございます。はい、本当簡易的にね、はい、セットして中継終わったらもうすぐ撤収するという。そうです。うん、で結構音声のラインとか、今回もらったりするのでこうミキサーも今回セッティングしてます。はい、行く年は僕がここにスイッチャーとして入りましたけども、はい、今回はうちの松田課長がこんにちは。こんにちは、松田さんです。が今回ここにいて指示を出すと、はい、ね、はい、じゃあこの後ちょっとカメラの映像がちゃんと来てるかどうかのチェックをしたいと思います。線がちゃんと大丈夫かどうかっていう。そうだね、これはね大事なチェックです。はい、濡れないように守られています。これをカメラの SDI というところに差し込むと先ほどのスイッチャーの方に映像が行ってるはず。行ってないとダメです。行ってなかったらもう引き直しです。はい、これで松田さんの声が聞こえるかどうか。松田さん聞こえますか。どうぞ。松田さん聞こえますか。松田さん聞こえますか。ちょっと怪しいです。無視されてます。はい、もう一つの MC マイクです。もう一つの MC マイク大丈夫ですか。はい、では音声含め、映像クリアカム大丈夫ですね。はい、音声映像クリアカムチェックです。 OK、はい、ちょっと甘酒でも飲みながらちょっと中継まで待機しようかな。そうですね、はい、リポートしていきたいと思います。タイトル入ってる。こんばんは。違うかーい。こんばんは。ご案内のお手入れ。今日はですね、昼間もいろいろリポートさせていただきまして、はい、いろいろ体験させていただきます。これから夜の部のね、はい、応援の意味でもお伝えしようかなと思います。はい、そうですね。 V ってどんな感じでやってます。こんな感じで作ってるのね。順番とかこの第1回目は何を書いてるの。 V3 に代表する人たちが V2 まで配信されるの。まずは氷祭り中継をお送りしていきます。
取り乗る抽選券の超エクスプリートでもございます。今日ホテルバスをご利用いただいた方がいらっしゃいますので、帯広厚生病院の駐車場無料でご利用いただけるという焼き鳥を焼いたり、フランクフルトを焼いたり、皆様のためにご提供していただいています。お疲れ様です。